八神さん、来てくれたんだね。また来るよ。しばらく寝とけっての。まだ。ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。そういえば高行、高校でも働いてるって言ってたよね。ああ、星稜高校のミステリー研究会とかで指導員やってる。へえ、青春の真っ只中にいるんだね。エミリちゃんは高校時代はどんな子だったの？今とあんまり変わらなかったよ。東京の高校に行ってたんだけど、
高校は楽しかったな。高校時代はモテたんじゃない？うん、モテ期だった。1年に100人以上から告られたかも。すげえな。どうした急に。おう。なーに？そんなに見つめちゃって。綺麗？ありがとう。可愛いはよく言われるけど、綺麗はレアだよ。高行もかっこいいよ。ところで、うん、趣味全開の服だよ。お店では店長の趣味全開の服だけど。なるほど。どうかな、似合ってる？おう。そうだよね、思ってたんだ。高雪もレザージャケットにデニムだなって、似合ってるなって思ってたんだよ。私たち服装の趣味も合いそうだなって。俺もだよ。実は今日服のこと言ってくれるかなって期待してたんだ。ねえ高雪、今度一緒に洋服見に行こうよ。服見ながらいろいろ語り合いたいな。おう。やった。楽しみだな。それって、うん、お客さんにもらったんだ。なんか何十万円もするんだって。マジで？若い男の人だったよ。20代後半くらいかな。ソシャゲの会社の社長やってるって言ってた。へえ。でもさ、お金より大事なことってあるよね。ああ。高雪はお金より何を大事にする？確かにそうかも。欲しいと思ってできるもんじゃないし、お金よりレアかも。ああ。
かな。わかんないや。エミリちゃん、高雪はお客さんだけど、でも友達かも。おう、うん、高雪いい人、好きだよ。それって今の好きは友達として。でも、え、ううん、なんでもない。わかった。うん、それって
高雪。高雪、今日はなんかありがとね。ん？なんか悩みを話したらすっきりした。そう？うん、苦しい思い出もエネルギーになる。うん、確かにそうかも。忘れちまった方がいいこともあると思うよ。うん、でも忘れられないから、それなのに忘れようとしてずっと苦しかったから、だったら前に進むエネルギーにしちゃえばいいって思うの。なるほどね、わかるよ。おい、
おい。ああ。おう。うん。
サンキューかな。それって…高雪、飛ばす。
し。飛ばす。よし。飛ばす。よ
よし。飛ばす。ふん。よし。はっ。うん。ふん。よし。また来るよ。
します。ああ、それってもう、しばらく寝とけっての。何見てんの。いい加減にしろや。何見てんだ。しばらく寝とけっての。お、
ああ、私ね、最近ずっと孝之のこと考えてるんだ。起きてる時はもちろん、夢の中にも出てくるの。昨晩なんてね、白バイに乗って現れたんだよ。なんで白バイなんだろう、せめて白馬だよね。でも、白バイに乗ってる孝之もかっこよかったな。あのね、孝之、私、孝之のことが好き。世界で一番好き。だからこれからもずっと一緒にいたいな。一緒にいろんな場所に行って思い出作りたいよ。いいよね。また会おうな。ねえ。おいしいものは最後まで取っておく方？
ミリちゃん。しばらく寝とけっての。ったく、時間食っちゃったよ。なんか用か？あ？いい加減にしろよ。しばらく寝とけっての。いい加減にしろよ。何見てんだ。あ、時間食っちゃったよ。ったくいい加減にしろよ。
テンション上げていくぜ。飛ばす。よし。よし。
飛ばす。よし。よし。飛ばす。飛ばす。よし。ふん。ふん。よし。よし。